家庭菜園ライフ、杉並区で、菜園をやってます、高橋です。今日は、2022年の、そら豆栽培の完全ガイドをやっていきたいと思います。皆さん9月に入りますと、そろそろそら豆栽培の準備が始まります。そら豆は、収量はちょっと少ないのですが、自分で育てたそら豆は糖度も高く、これまで食べたことがないような美味しさがあります。って言いますのは、そら豆は収穫してからどんどん糖度が落ちていきますので、本来スーパーなどで販売されているそら豆は本来の甘みが少し減ってしまっているような状況です。しかし収穫したてのそら豆であれば非常に甘く、どんな使い方をしても美味しく食べれると思います。ということで、今回はそら豆を収穫するまでにどんな作業工程があるか、スケジュールをご紹介していきます。最後に質問にもお答えしていきます。ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではまずそら豆の特徴からご紹介していきましょう。そら豆は名前の通り空に向かって鞘が伸びます。この見た目からそら豆という名前がついています。これも家庭菜園やった方じゃないと見れないと思いますので、ぜひ知見を高めるためにもやってみてはいかがでしょうか。そら豆は国内ではですね、品種は2系統ほどあります。一つはおなじみの一寸そら豆、それは皆さん馴染みはあると思いますが、鞘に豆が3粒から4粒ぐらい入っているそら豆です。2つ目が長鞘のそら豆です。これは香川県などの伝統品種があります。また海外でもこのタイプのそら豆が多いです。長鞘のそら豆は細長く5、6粒入っています。豆はちょっと小ぶりですが、栽培方法はあまり変わりません。地域によって販売されている種も違うと思いますので、ホームセンターで調達してみてください。続いてそら豆の栽培開始時期ですが、10月に入りましたら種まきの時期が始まります。ですので9月の中旬ぐらいから、土作りを始めていきましょう。そら豆は、肥料は不要です。逆に肥料などを入れてしまいますとつるぼけになりまして、鞘がうまくできなかったり、アブラムシの被害なんかが多くなったり、生育の弊害が起きます。ですので無施肥で、土作りをしていきましょう。こちらをご覧ください。このようにナスやピーマンの跡地を使うのが最適です。もともと肥料を加えておりますので十分に土が肥えていると思います。このような栽培跡地で肥料を入れずに栽培を始めてみてください。栽培期間は非常に長いので、畝作りの際にはマルチ、ビニールを張るようにしましょう。もしこれまで使ってないような畑で栽培するような場合には、牛糞堆肥と鶏糞多少投入しまして栽培をしてみてください。もし枝豆を栽培したような土を、もらえるようであれば、それもすき込んであげましょう。豆類につく根粒菌が徐々に増えていくと思いますので、そら豆の生育を良くしていきます。ぜひやってみてください。それではスケジュールごとに栽培のポイントをご紹介していきましょう。それでは10月です。土作りが終わりましたらいよいよ、種植えの時期です。種を植えるときはそら豆は少しこう頭を出した状態で種を植えるようにします。ちょっと特徴的な植え方なので、初めてやる方はこれで大丈夫かなと心配になるかもしれません。ちょっと怖いなと思う方は、苗を購入するのも、おすすめかと思います。ぜひ苗がどのように育苗されているか見てみてください。種が少し表面に突き出ていると思います。種植えの際はポイントが一つあります。必ず、不織布を、設置していきましょう。そら豆などの豆類は鳥害、鳥ですねの害に遭いやすい。植えた直後につつかれて掘り起こされたりすることがあります。被害がひどい場合には防虫ネットでも大丈夫です。続いて11月以降のお手入れです。11月12月になりますとそら豆の生育状況にだいぶ差が出てきます。背丈がまだまだ小さい方や、もしくは15センチ以上にまで成長してしまったケースとか、植え付け時期によってだいぶ変わります。また2021年の冬ですと12月までポカポカ暖かい陽気が続きましたので、かなり茎が伸びて大きく育ってしまいました。本来は11月以降は徐々に成長が止まっていき、そのまま冬越しをするのですが、昨年は
かなり大きなサイズになってしまった方が一定数以上いらっしゃいました。そこで11月12月は大きさによって対応方法が変わってきます。まず背丈が15センチ未満の方、その方はあんどんをして育てていきましょう。あんどんを仕立てることで風や霜の対策になると思います。また寒さも予防できますので、春までこの状態で育てていきましょう。15センチ以上大きくなってしまったと、また植え付けが遅れてかなり小さい状態という場合には、そのまま冬越しに入ってしまいますと、あんどんをしてても寒さで枯れてしまいますので、保温ビニールを設置していきましょう。これによって春までなんとか冬越しができますので、1日の平均気温が15度以下になってきたら保温ビニールを設置する準備を始めていきましょう。ということで11月12月は冬越し準備が非常に大切になってきます。ぜひしっかり準備をしていきましょう。続いて1月2月の作業です。ここで実は重要なポイントがあります。そら豆栽培というのはとにかくアブラムシ対策が大切です。野菜の中でもトップクラスにアブラムシの被害に遭いやすい野菜です。アブラムシの撃退さえうまくいけば割と収穫はうまくいくと思いますが、その難易度が非常に高いので難しいお野菜だと皆さん思っているかもしれません。そこで1月2月に重要な作業というのは冬越しするアブラムシの撃退です。実はアブラムシはそら豆の成長点に隠れて一緒に冬越しをしています。冬眠状態で静かにしているのですが、春になると一気に増えて気がついたらアブラムシだらけということがよくあります。ですので1月2月は成長点をよくチェックして、ハケなどでアブラムシを吐き出してください。こうしますと春のアブラムシ対策がだいぶ軽減されます。1月もう一つ重要な作業があります。そら豆は豆科のお野菜なんですけれども、追肥が必要なお野菜です。1月に行った追肥がその後の成長に大きく役立ちますので、1月に必ず追肥をやりましょう。遅れてしまいますと分解までに時間がかかりますので、遅れないように追肥してください。続いて3月の栽培です。いよいよ春になります。3月になりますとそら豆は一気に冬眠から冷めて茎が伸び出します。株元から次々に茎が出てきますので、その茎を5本か6本になるように間引いてください。この間引き作業をしませんと実が大きくなりませんので注意してください。その際に土寄せや紐などで倒れ防止をしていただくとよりいいかなと思います。特に風が吹いた時に倒れてしまう可能性がありますので、こちらもやってみてください。引き続きアブラムシには要注意です。必ず畑に行った際にはアブラムシがいないかどうかはチェックしてください。最後4月5月になりますといよいよ収穫です。冒頭にも申し上げましたけれども、そら豆は最初は空に向かって生えています。徐々に下に向いて倒れていきます。最終的に皆さんもご覧になったことがあるかもしれませんけれども、黒い筋が現れてきます。そうしますと収穫の時期になりますので、遅れないように食べてください。収穫時期が遅れますと旨味糖度両方とも落ちてしまいますので、十分注意してください。まとめますと、そら豆栽培はとにかくアブラムシ対策が大切です。ポイントとしては冬場にもアブラムシをチェックすると、春にもアブラムシのチェックをすると。少し細かいようなのですが、これが成功の秘訣ですので、ぜひ頑張ってみてください。それでは質問コーナーです。こちらの線虫の動画に対してコメントをいただきました。猫部線虫に強い野菜は何かないでしょうか、というふうなコメントをいただきました。大根は比較的被害がないと聞きましたが、というコメントもいただきました。確かに大根とか根菜類は、そこまで被害が出るということはないかもしれませんが、土壌のバランスが悪いとですね、何かしら線虫の影響を受けることがあるかと思います。ただ被害が少ないものとしては、ネギやニンニクや玉ねぎなどがいいかもしれません。これらを今年の冬栽培してみてはいかがでしょうか。ぜひ頑張ってください。今日はそら豆栽培の2022年栽培開始の完全版をお送りいたしました。ぜひ今年はそら豆を栽培してみてください。この動画が面白かった方、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた。